神仙サジ。ジョカラより先に世界の融合に巻き込まれていた彼は、密かにこの地を調査していた。そのサジから連合軍へ報告が届く。オリンポスから紛れ込んだ怪物の操り方が判明した。新たな仲間と共に待っていると、怪物の実態を見極めるべく、そして新たな仲間を得るべく、連合軍は調査に向かった。どういうことだ？サジ殿は敵に取り囲まれているようだが。あれはオリンポスの奴らか。下せぬな。サジはそんなことは一言も。しかし敵を排除しつつ進まねば、サジ殿と話もできまい。そうだな、神だか何だか知らねえが、ぶっ飛ばしてやろうぜ。やけに敵の数が多い。聞いていた話と違うぞ。来たか。ほう、思いのほか早い。よほど怪物に会いたかったと思う。何の悠長だ。敵を排除したら話を聞かせてもらうぞ。天下を沈むと闇に眠れぬ。なんと勇ましき敵か。戦海の連中など押しつぶしてしまえ。俺が行こう。さて、怪物避難の始まりよ。怪物を駆使した戦い方、異常性が解いてしまえ。天空の覇者に群がる敵を焼き尽くせ。精絶に。すげえ、なんだありゃ。それとも獣なのか。まか不思議なる存在よ。異世界の神がこの地に介入したことで現れたという。かれるな。対談は敵ぞ。行くぜ相棒、片っ端からぶっ潰しめ。はい、よし。かかる武者がおったか。天空の覇者よ、敵陣を焼き尽くせ。いい調子だ相棒。誰が一番派手に暴れるか勝負と行くか。サジ、怪物の由来は分かった。だがどうやってこいつらを手なずけた。彼らはもとより人の世にあるべきものではない。その存在自体がおぼろであり、よすがを求めておる。すなわち、ひとたび己が主と見定めれば、誰であろうと従う性質を持っておるのだ。今一つ釈然としないが、シロンは擦り込みのようなものか。なぜ人間がこいつらを操ってるんだ。誰か早く止めろ。幾万の兵力にも値する圧倒的な力。
の幅も広がるだろう。大きな戦力には違いないが、いわゆるどうも種類によって姿形も違うようだな。火炎を吐く翼の怪物、怪力で全てを破壊する極の怪物、さらにもう一種。さてはサジ、怪物の力を試すためにわざと孤立し敵を動き寄せた。砦は突破した。余勢を借り、この地から敵を追うぞ。いい気なものだ。せいぜい勝った気でいるがいい。共に行かん。分かったぜ。よくやった、素晴らしい働きだ。よくやった、素晴らしい働きだ。その羽はどんな感触だ。天空の覇者の魂ぜと叫んでいる。撫でてやれ、誠実に。やわらかい。今戦場に混乱を呼べ。荒ぶる闘志と怒り、誠実。魂の声すら届かぬか。落ち着け相棒、わしの言うことを聞きやがれ。見たであろう、彼がこの世界におる三種類目の怪物。やつらを操れるのは自分だけだと思う。きしょ、向こうも怪物を引き連れてきやがった。頼もしい怪物も敵となれば今日心して当たる必要がある。人の身で怪物に当たるわけ策。奴らを倒すには先ほどのように。行くぞ。よし。さすがは周光輝。怪物を敵に回したならば操る者を撃つが上策。本来怪物は中立なのだ。目の前の標的と戦う奴らにはそれしかない。いいぜ、その調子だ。大したものだ。その分まことに心強い。人間の戦とは随分勝手が違うな。かつて学んだ兵法などまるで役に立たんか。大丈夫だ、シュー。俺たちなら怪物だって倒せる。それに前にもこんな目にあった気がするんだよな。なんという屈辱。いい働きだ。
ープにならん。おめえもなかなかのもんじゃねえか。俺が行こう。開きたまえ。大軍だ。おめえこそ真の戦国武将だ。この愛のよう、最後の切り札をおめにかけよう。なっ、あいつも手なずけていたと。いつの間に。やめろ、開けろ。大ガロだ。ここは私が出るしかなさそう。いざ参るぞ。特徴を持つ怪物もおるらしい。小生も未だ全てを解き明かしてはおらぬ。いずれ未知なる怪物と相まみえる時も来よう。相棒と砦をぶち破るのは最高だったぜ。また一緒に戦いてえもんだ。言葉を持たぬ怪物だが、その魂の叫び確かに届いた。周陽平、長宗我部元親、悪雷天尼、この者らは偶然にも小生の前に現れたのでな、怪物を手なずけるよう頼んだのだ。最初は見た目に驚いたが、慣れると結構頼もしいんだぜ。そして可愛らしい。戦う時、我らの魂は共鳴している。清潔なまでに。そうか、怪物たちへの愛のようなものが伝わってくるな。確かにかっこよかったな。俺もいつか一緒に戦ってみたいもんだぜ。うむ、なんといっても寡黙なところがよい。まあ、実りがあってよかったな。助かったぞ、サジ。小生、サジと申す者。さて、参ろうか。悪雷天尼、派手に暴れてやれ。周陽平、参る。奏でよう、清潔にな。よし。上出来だな。
報告。本能寺にアテナの軍が侵攻を開始した模様。こちらは手薄なため、どこまで持つか。案ずる必要はない。諸葛丹にあるものを託した。奴の策があればすぐ陥落することはあるまい。信長様、さすがです。手薄になれば本能寺が狙われることを読んでいらしたんですね。これより本隊を編成する。だがすぐ動ける者は行くがよい。はい、では私は先に向かいます。アテナがいるなら心配だ。私も行こう。俺は俺で援軍を用意しておこう。ちょうどつい先ほど部下たちがこの世界に現れてな。一人目立ちたがりのやつがいるのだ。せっかくなら派手に登場させてやった方が喜ぶだろう。目立ちたがり、すごい。私とは正反対です。わかりました。本能寺の皆さんにも援軍のことは伝えておきますね。